レインボーブリッジ。レインボーブリッジ封鎖します。ここからは綺麗ね、綺麗ね、ここからは綺麗ね。あ、素晴らしい素晴らしい。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ものなどないよね。おはようございます。おはようございます。今日はですね。はい。はい。Song for You の、聖キョンゲ聖剣 V の撮影ということで、まだ太陽も昇ってないうちから我々お台場へ向かっております。あの曲がですね、MV を撮るまでに、前回のライブでは2人とも歌うっていうね、リスナーさんの中で結構あの曲好きですって言ってくれるだろうって。いやもう名曲名曲もう最初の動画出た時からわってなったもん。こちらです。こちらです。世界最速チョムカバーができまして、びっくりしたわマジで。でその後カラオケもできまして、そうね、そしてついに、MV が、わあ、 MV より先にカラオケが出ちゃってる。どんな構図っていうか考えてます。もうできてるよ。あ、そうなんですね。おもうプロデューサーしてるわ。絵コンテとか描くかと思うんだけど。ちょっと寒いかもしれませんが、頑張って撮影行きましょう。それでは行きましょう。新パーカーですね。新パーカー。じゃあ概要欄にリンク貼っときます。絶賛販売中です。さあお台場着きました。あれやっぱあかんな。そこからってことか。あ、いける？大丈夫？あ、無理やな。全部ダメや。マジ？あかんな。全部あかんな。いやいや終わってるしな。ねえ、何言ってんの。そしたらちょっと向こう行くじゃん。ああ、自由の女神の前とか。これはちょっとごめんなさい、俺も調べときゃよかったな。いやあ、でも眺め的にはいいかな。フジテレビ。テレビです。結局、砂浜には入れなかったですけど、レインボーブリッジ目の前で、はい、このロケーションで撮りたいと思います。
ということで、このレインボーブリッジ前は撮影が終了でございます。はい、次はちょっと移動して、この重いの持ってチョモちゃん。はい、重いです。何キロあんだろう。1トンです。工事してんじゃないの。ねえ、本当は浜辺でやる予定だったのに。まさかだわ。本当だよ。あ、いいね。ブリッジしてるね。やったり外したりやって。はい、行きます。はい。ありがとう君へ、ありがとう君へ、素直に伝えたい。離れていても大丈夫だって言ってくれ。はい、次は自由の女神像。女神像に行きやす。アメリカンドリーム。ごめん、画角に入ってなかった。さあ、富士の球体を横に。呼んでくれ。呼んでくれ。何度もやります。お気にもなります。あ、近っ。いいね、願ってるね。ここか。正面から無理やな。無理か。思いっきり一やもんね。そっか。ちょっと。あっちからはどうすか、あそこ。はい、いやー、女神も終えました。女神めっちゃ良かった。絵になるね。絵になるね、やっぱり。女神は女神なだけあるわ。ちなみに、うん、あれクルちゃんの家なんですけど。あ、もう言う。ヒルトンって書いてるけど。もう言うなって、もうすぐ言うんだから。最上階じゃないんだけどね。うん、最上階から2つ目の。でもあそこの壁ぐらいだから理由はいないですね。もうちょっと泣いていいですか。あ、朝日が来た。撮ります。あー、いいですね。逆光ってことですよ。うん、逆光。素晴らしい。
い、ということで撮影が全部終わりました。いやーすごい量でしたね。いやー2分が MV にどんだけ飛んでんそんぐらいね気持ちのこもった、もう見ていただいたと思うんですけど、まあこんな感じでね、はい、作りました。はい、ぜひもう一回見てほしいね、これを見た上でね。そう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 、そういうのでお願いしますよ。はい、はい、今日は、くるちゃまチャンネル Song for You のメイキングをお送りしました。ありがとうございます。バイバーイ。